こんにちは。東京新聞社会部の井上恵子です。今日は比べてみよう公約点検ということで、消費税について扱います。経済部で税金を担当している白山泉記者に聞きます。経済部の白山泉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、白山さん、消費税について聞く前にざっくりと日本経済の今の状況についてお聞きできますか。今の日本経済というのはですね、実はいいんですよね。いいんですか。はい、経済指標を見る限り非常にいい成長が続いている。1年半の成長が続いていて、有効求人倍率はバブル期並みの水準に高まっていると。バブル期並み実感ないですね。ないんですよ。そこが問題なんですよね。賃金の伸びがあんまり強くない、そして実感がないっていうのが今回の成長の特徴とも言えるかもしれませんね。そうですか。実感あるものにするために各党どんな経済政策を今回衆院選で打ってきてますか。その実感がないというのはおそらく政権の方も問題意識としてあるんじゃないかと思うんですけれども、それは今回の衆院選の公約として掲げているのが自民党公明党、まず生産性革命ですね。企業の技術革新を進めてどんどん生産性を高める。それと同時に人材に投資する。あるいは幼稚園の幼児教育無償化であったりとか、大学の授業料の負担軽減、そういったものにお金を投じようという意見ですね。希望の党はどうですか。希望の党も自民党公明党とやや似ているんですけれども、技術革新を促して強い経済を作っていくというのがユリコノミクスの特徴です。ユリノミクスですか。ユリノミクスの特徴です。そうですか。でそれともう一つ特徴的なのが、生活するのに必要最低限なお金を政府が国民に配るというベーシックインカムというのも政策の一つに掲げています。なるほど。立憲民主党はどうですか。立憲民主党はですね、今の日本経済の、調子の悪さというのが中間層が減ってきているからだというふうな問題意識に立っていて、労働者のより良い働く環境であったりとか、給料、そういう面をもうちょっと手厚くしていこう、そういうところで、最低賃金の引き上げですとか、保育士介護士の処遇改善というのも政策の目玉に掲げています。実感のない層を手厚くということですね。そうですね。より実感を生み出していこうというところですね。そうですか。こういった、各党の政策をですね、実現するための財源については、各党どんなふうに考えているのか。そうですね。というところで一番大事な財源なんですけれども、今回は各政党が教育の無償化というのを掲げています。これをですね、どうやって実行していくのかというところで、消費税なのかそれ以外なのかというところで今回の衆院選の争点が生まれているんですね。幼児教育の無償化には1兆円、あるいは大学の負担軽減にはもっとそれ以上の額がかかるとされているんですけれども、その、大体全体で2兆円ぐらいの額が欲しいというのをどうするかというのがポイントなんですね。で消費税の8から10%に引き上げるときには大体5兆円超の税収が増えるというふうに見られています。でその増えた税収を自民党公明党は教育の無償化に使おうという、そういうふうな意見ですね。じゃあちょっと、消費税についてどうしようと思っているかというのをまず伺いましょうか。こうしたそう消費税を上げてそういう政策に使おうという自民党に対して主要な野党はそれを反対あるいは凍結というふうに主張しています。で希望の党も立憲民主党しかり、維新心も含めて、19年10月の消費税の引き上げには反対です。反対。今の実感、景気の実感ではそれ引き上げる状況にはないというふうな主張ですね。一旦凍結して先延ばしをしようということですね。その後の話、その将来的に引き上げることに関しては否定はしないけれども、まず19年10月に上げるというのは、その段階ではないという判断ですね。共産社民はですね、引き上げること自体に反対をしています。消費税というのは低所得者により大きな負担をかける税になりますので、共産社民は、その低所得者の負担を増やすという消費税にはもうを 10% に引き上げるということはもうそもそも反対だという立場を取っています。なるほど。そうするとさっきの話ちょっと戻りますけど、いろいろこう各党がやろうとしている政策
どうやって財源を捻出しようとしているのか。そうですよね、はい、財源が政策にとっては一番大事なポイントになると思うんですけれども、うんうん、まず希望の党が掲げているのは、はい、無駄な予算をカットする、歳出の削減、無駄な予算をカットすることを基本にして、ね、はい、国有地の売却とかですね、うんうん、そういったことでいろんなお金をかき集めて政策に、はい、お金を投じようというふうに考えますね、はいはい。そしてですね、立憲民主党はですね、はい、金融所得への課税ですね、はい、株式を売買した時のお金とかですね、うん、あるいは株の配当金にかかる税金というのをもっとどんどん引き上げていくと、うんうん、国際標準まで引き上げていけば、うん、もう少しお金が確保できるのではないかというふうな姿勢ですね、うん、なるほど。持っている人からもっと取ろうということですね。そうですね、富裕層であったり大企業にもうちょっと負担をしてもらおうと、はい、そういうふうな意見。なるほど。この先日本財政がどうなるのかっていうことなんですが、借金まみれで持続可能性についてを書くとどんなふうに言ってますか。はい、この借金まみれの日本の財政というのは本当に大きな問題だと思います。はい、この今日本が抱える借金というのは1000兆円と言われています。1000兆円、これはだいたい毎年の税収を15年から20年ぐらいそのままそれに返済に当てても足りないぐらいの額なんですね。何も使わずに借金返すだけで、借金を返すだけで20年かかってしまうぐらいの借金を今日本は抱えている、はい、そしてそれによって私たちの不安がかきたてられているという側面もあると思うんですね。かきたてられます、はい、将来はちゃんと年金をもらえるのかとか、はい、医療費はちゃんと賄ってくれるんだろうかっていうふうな不安がどうしても出てきますね。はい、ね、子供や孫もね、大変ですよね。しかしにもかかわらず、うん、今回の各政党の公約を見ても、はい、なかなかその不安に回答を明示するという政党がないっていうのが現状なんですよね。そうですか。はい、今回の選挙はですね、はい、なかなか各党が風をつかもうとして、うん、いろんな政策を頬立てるかのようにね、うん、こう耳障りのいい政策を掲げていると思うんですけれども、うん、本当に一番大事なその将来の社会保障に関わる問題であるその借金の問題というところにはなかなか明示的な答えを出していない。要するにですね、私たちは今回いろんないい政策が出てきてますけども、将来そのあるいは子どもや孫の世代、どういうふうな日本の社会になっているのかというところまでしっかりと深読みした上で投票をする必要があるんじゃないかと私は思っています。表面的なことだけ見るんじゃなくて、私たちも勉強しないといけないということですね。そうですね、わかりました。ありがとうございます。